こんにちは。今日はですね、センタースタンドが好きすぎる件についてお話ししてみたいと思います。まずこちらダブルレッグのセンタースタンドになります。でこちらがシングルレッグのセンタースタンドですね。これ違いはというと、ちょっとここ室内で見にくいかもしれないんですけど、シングルレッグだと自転車を少し斜めにして止めるような姿勢になります。でダブルレッグだと斜めにならずに直立した状態で自転車を立たせておくことができます。このセンタースタンド好きすぎる理由なんですけど、もう答えは一つです。便利だからです。スタンドがない自転車、普通ロードバイクとかってスタンドないと思うんですけど、スタンドがないと自転車どこかに立てかけるかサイクルラックが必要ですよね。でもスタンドがあればもう自立するので置き場所に困らない。特に旅なんかしてて自転車を入れた風景写真撮りたくなるじゃないですか。その時に考えなくていいんですよね。カシャンとスタンドを出して、それで自転車立たせておけば好きなところで写真が撮れる。もちろん自転車をうまく立たせておけないところとかっていうのも多いので、そういったところも便利ですよね。デメリットはもう一つだけです。重い、それだけですね。このシングルレッグで 200g ぐらい、これシングルレッグでもかなり軽いものを探してつけたので、それでも 200g ぐらいで、ダブルレッグになるともう300から400普通になります。重いものだと500を超えるんじゃないかな。まあその分しっかりしてますけどね。でちなみにここにさっきからコロンと転がってますけど、これはセンタースタンドではなくキックスタンドですね。このチェーンステーのところにつけるタイプですけど、これはまあ普通の自転車によくついてるものだと思うんですが、非常に主張しすぎてて、しかもこれって割とずれるんですよ。なので僕は好きではなく、これは使ってません。キックスタンドは使ってません。センタースタンドしか使ってないです。シングルレッグとダブルレッグのメリットデメリットをそれぞれちょっとまとめてお話ししますと、シングルは先ほども言ったように軽いです。そして跳ね上げた時も非常にコンパクトになりますね。こんな感じです。でシングルのデメリットは、自転車が少し斜めになるので、大荷物をつけてる時は少し自転車のバランスが悪くなります。あの駐輪の時気をつけてないと。あと風が強い時なんかもちょっと倒れそうになったりもするので、安定性にはどうしても欠けてしまいますね。そこはメリットデメリットどっちを取るかだと思います。ただ僕はこのロングライドするマジカタリナではシングルレッグを使っています。しばらく外してたんですけど、輪行の時重いかなと思って。でも 200g の重さをつけたとしても便利さには変え難いなという気がしたので、今また復活させてつけています。一方ダブルレッグです。ダブルレッグのメリットはズバリ、もう自転車が直立するので安定するというところですね。あと隠れたメリット、後輪が浮くんですね。なのでこのままブレーキ調整だとかすることができます。簡易メンテナンススタンドになります。後ろをちょっと重くすれば前輪も持ち上がるので、あのどっちも浮き上がらせることができるのがダブルレッグスタンドのメリットです。デメリット、重いということですかね。あとは跳ね上げた時ちょっとギョギョしくなります。こんな感じですね。これが跳ね上げた状態です。ちょっと主張してますよね、まあ、キックスタンドほどではないですが主張しているので、これが嫌いな人は嫌いかもしれないですね。でセンタースタンドなんですが、もちろん全ての自転車につくわけじゃないです。まずカーボンは無理ですよね。カーボンフレームは。それからアルミでもあまりおすすめはしません。どうしてもここを挟むでかなりのトルクかけて締めるので、やめておいた方がいいんじゃないかなと思います。黒森の自転車オンリーかもしれないですね。あと自転車によってはここの隙間が広すぎたりとか狭すぎてつかないなどもあるので、そのセンタースタンドを買ってみて実際つけてみるまではちゃんとつくかつかないかっていうのは非常にわからないところであります。この辺のノウハウを持っている自転車屋さんってなかなか少ないと思うので、取り付けも割と難儀しますが、つけばとても便利なスタンドであることは間違いないですね。それとこれ傷防止にここにテープをつけるっていうのもあるんですけど、僕も最初やってたんですが、固定力が落ちます。必ず使ってるうちにずれてくるので、今はもうフレーム傷ついちゃうの覚悟でもうそのままつけるようにしてます。この方が、やはりがっつりと食い込むのでずれることがほとんどなくなります。ちゃんとつければ。こっちもですね、こっちかなりステーがごつくないものなんですけれども、それでもこれもずれずに使えているので、そのままつけることをおすすめします。ただフレームにはがっつりと傷はつきます。まあそれもデメリットといえばデメリットかもしれないですね、スタンドをつけること。ということで今回はセンタースタンドが好きすぎる件で
メリット、デメリット、あとは取り付けについての注意点などを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。